おはようございます。こちらは朝の JR 大阪駅です。本日は青春18切符を使って大阪駅から東京駅まで在来線を乗り継いで移動します。青春18切符は5回分1セット12,050円で販売されており、1回あたりが2410円であるため、長距離の移動等に使うと大変お得な切符です。まずは改札で駅員さんに日付印を押してもらいます。あとはこの日付印を見せれば乗車日当日に何度も乗り降りができます。さて、最初に乗るのは6時33分発京都方面米原行きの新快速です。大阪駅始発のため座席を確保することができました。電車は予定通り6時33分に大阪駅を出発します。インターネットで調べてみると、今回の移動で東京駅に着くのは最短で15時47分となっていますので、約9時間超えの移動となる予定です。私は在来線のみで東京まで移動するのが初めてのことなので、ワクワクと緊張が入り混じった感覚です。電車は7時1分に京都駅に着きました。30分ほどで大阪京都間を移動できるのはすごいですね。8時1分に終点米原駅に到着です。次は大垣行きの電車に乗り換えます。乗り換えの電車は向かいのホームで待っていました。大垣駅を目指して米原駅を8時3分に出発します。隣に特急しらさぎが停車していました。走行しているうちに電車は大垣駅に到着です。時刻は8時37分。ここからホームが変わって豊橋行きに乗り換えます。8時40分豊橋行きの出発です。車内にはお手洗いがあります。先ほどの電車にもありましたが、長距離移動には欠かせない存在です。9時26分に名古屋駅に到着です。この時点で12分の遅れが生じていました。まもなく豊橋駅に到着です。この時点で10時31分でした。当初は10時9分に到着予定だったので、22分の遅れでした。そのため、予定よりも1本後の10時43分、浜松行きに乗ることにしました。10時43分、豊橋駅を出発です。途中、浜名湖を見ながら電車は走ります。湖の色はややグリーンがかった綺麗な青色でした。すぐ横を新幹線が走っていました。
その疾走感に新幹線のスピードを改めて実感しました。浜松駅には11時17分に到着です。次は11時27分発沖津行きに乗り換えです。そして12時14分島田駅に到着。ここでホームを変えて次は熱海行きの電車に乗り換えます。電車は12時24分に島田駅を出発しました。ここから約2時間ほどこの電車に乗ることになります。朝からの移動で相当疲れが出たのか、この電車に乗っている途中ほとんど眠っていました。14時21分熱海駅に到着しました。ここで最後の電車に乗り換えます。14時33分発東京経由籠原行きです。ホームの様子を撮影していると横に特急踊り子がやってまいりました。いつか乗ってみたいものです。電車は予定通り14時33分に出発しました。長かった旅もようやく終わりを迎えようとしています。途中大垣豊橋間で電車の遅れが生じたこともあり、当初の予定よりも30分ほど遅い4時18分の東京駅到着となりました。改札を通って外に出ます。今回青春18切符を使い、在来線を乗り継いで大阪東京間を移動しました。朝の6時33分に出発をして、東京への到着が16時18分だったため10時間弱の移動でした。なかなか時間がかかりましたが、今回いい経験ができました。ご視聴ありがとうございました。